正月院は、東京都板橋区赤塚にある、総当州の寺院。三号は一万吉山。正式名称は、万吉山宝持寺正月院。当寺院は、暴走に勢力を持っていた武将、千葉地種が、交渉2年に、現、千葉県の市川から、赤塚城に移り、その後1492年に当時にあった古寺宝持寺を、 自身の菩提寺として定め、土地を寄進し、正月院と名を改めさせたのが始まりであると言われている。江戸時代には、当寺院は徳川家康に認められ、四十国の主因地が与えられた。他歴代の将軍からも保護を受け発展した。幕末には、法術家として名高い高島周藩が1841年に、 近隣の徳丸家原で西洋式の砲術訓練を行った際日本人がこの衝月院に置かれた。この訓練は当時の大名などを驚かせ高島周藩に大きな名声を与えたものであった。またこの衝月院の名を有名なものにもした。明治時代には一時期旧赤塚村の村役場が境内に置かれた。その後現在でも板橋重慶に選ばれるなど、 板橋区内でも由緒ある寺院としてその名が知られている。その他、高島周藩が行った様式法術の演習場に近いこともあり、高島周藩ゆかりの品々も多い。赤塚王道赤塚王道の盆昇近隣にある寺院で、小月院が管理している。現在では、阿弥陀堂と盆昇のみ残されているが、創建は大道年間と板橋区最古を誇る。 新編武蔵フード機構によれば、王子は七道画乱を構えた大臣院であったが、戦国時代の永六年間に長尾影虎の小田原攻めに巻き込まれて消失したという。1955年3月28日、東京都旧席に指定された。また、略王三年作の王道本章は、都内最古のもので、1949年5月28日に、 重要美術品に認定されている。名文は、以下の通り。武蔵州、豊島郡赤塚千福寺、新福寺領事証明驚き鎮仙の言う筒波主将の、大夢の先予想なり部州豊島彼領事社前朝、前世の辞書立具体故障大なり毒血、の器回意点、確か今会見あじゃり監修縁位巨匠欠指導、岩和感夫豊かれ総攻義音月名上げ、 元を第一境電駅を未来無休命中元命。名曰く、竹行豊群衆の重鎮、高志総福山、あひこ春夫氏、藩も地域大火海大、鳴くじらく低心経倉、進む名かじみな、進む功績有勝高音無人略王さん加の得立四月初8日府で、室三人親喜び大工、平治五郎行寺肝神者門寺部あじゃり会見。 当事院が母体となって、隣接してある、小月院幼稚園を運営している。ありがとうございます。